どうもこんにちは、マイクラやってるかい？私はサバイバルモードで遊ぶことが多いんだけど、楽しい分危険もいっぱいだよな。予想もしなかったところで死ぬ時もあるし、マイクラにはいつも驚かされてばっかりだ。というわけで、今回はサバイバルで共感できる危険を紹介しちゃうぜ。ぜひ最後まで見ていってくれ。動画を見終わったらコメントも忘れずにしてくれよな。新しいワールドでマイクラを始めて十数分、少しずつアイテムも集まってきたし、そろそろ洞窟探索にでも行こうかな。洞窟には鉄や石炭がたくさんあるし、たくさん持っておいて損はないから、見つけたらどんどん掘ろう。って、夢中で洞窟探索していたら迷っちまった。みんなもこんな経験あるんじゃないかな？ちょっと探索するつもりが、どんどん洞窟の奥へ入ってしまって迷った経験。私はマイクラを始めてアイテムが集まってきた頃、拠点の近くに洞窟の入り口を見つけて、鉱石採掘をしに行ったら迷子になったことがあったよ。で、入り口を見る限り深そうな洞窟じゃなかったし、数分で戻ってこれると思ったら大洞窟だったんだわ。中で道が分岐していていつの間にか迷っちゃったんだよな。軽く探索するつもりが迷子になった、という経験がある人はコメント欄に書いてくれ。それから、迷子にならない対策をしてる人も、コメント欄で紹介してくれると嬉しいな。私は迷子になってから洞窟内で工夫するようにしたんだわ。道が分岐していたら、ブロックを2個立てて、上のブロックの側面に松明を置くんだよ。松明は来た方向を向くように設置するんだぜ。ブロックは洞窟内にないブロックを使うな。こうすることで迷いにくくしてるんだわ。洞窟内で迷子になってしまった。歩いてもで入り口は見つからない。というか、同じ場所をぐるぐる歩いてる気がする。そうだ、で入り口が見つからないなら、で入り口を作ればいいじゃない。適当な場所から上へ掘り進めればオッケーだな。階段掘りは面倒くさいし、真上掘りでいっか。って、うわあ、溶岩が降ってきた。横も下もブロックで塞がれていて逃げ場がない。ブロックを掘っても溶岩のスピードに勝てない。洞窟内で迷子になった時みんなはどうしてる？私は意地でも出入り口を探すタイプなんだけど、それでも見つからない時は適当な場所から上に掘り進めて、無理やり地上へ出ることもあるよ。マイクラ初心者の時は今みたいに、真上掘りで地上に出てたな。まあ、今でも早く地上に出たい時は、真上掘りしちゃうんだけど、直下掘りが危険行為っていうのは、別の動画でも紹介したんだけど、真上掘りも同じくらい危険な行為なんだぜ。今みたいに溶岩が流れてくることもあるんだわ。特に溶岩が生成されやすい高さで真上掘りすると、こういった危険に襲われる可能性も高くなるな。それに、地表に近いところは別の危険もあるんだわ。地表付近を真上掘りしてると、砂利や砂が降ってきて窒息ダメージを負うこともあるんだぜ。真上掘りはかなり危険な行為だからやらないようにしよう。拠点周りの探索も終わったしそろそろ拠点へ帰るか。お、拠点を見つけたぞ。あとはこの崖を降りるだけだけど、落下ダメージをあまり受けないように降りるのは面倒だな。崖の下に川がある。マイクラは高い場所から落下しても、水の中へ落ちれば落下ダメージ受けないし、あの川めがけて落ちよう。あ、うまく落下しようとして失敗しちゃう経験、ある人がいたらコメント欄で教えてくれ。私はマイクラを始めた序盤はまだ距離感がうまくつかめなくて、失敗することがよくあったよ。マイクラに慣れてきた今でも時々失敗するんだけどな。マイクラのプロは水バケツを使い、ノーダメージで落下する人もいるけど、たまに失敗することもあるよな。マイクラは22ブロック以内なら、落下の即死ダメージを受けないんだわ。だけど、23ブロック以上の高さから落ちると、即死ダメージを受けるんだよ。まあ、防具をつけていたら23ブロック以上でも、生き残る可能性はあるけどな。落下にミスって死んだら、アイテムを回収しに戻らなきゃいけないんだぜ。探索後は、レアアイテムを持ってる可能性も高いし、5分以内に戻らなきゃいけないから、ヒヤヒヤしちまうよな。落下で即死ダメージを受けないためにも、高い場所からは降りずに少しずつ降りるのがおすすめだぜ。まあ、面倒くさがりな私は懲りずに高い場所から落下して、移動するけどな。洞窟の出入り口がなかなか見つからないな。こういう時は地面を掘って洞窟を探そう。階段掘りは面倒だから直下掘りでいいか。なかなか洞窟に当たらないな。うわあ、マグマダイブしちゃった。直下掘りでマグマダイブしたことってないか？危険だとわかっていても、ついやっちゃうことがあるんだよな。突然マグマが現れてびっくりするし、全ロスのショックで、もう直下掘りはやめよう。と思っても、私は数日経つと忘れて直下掘りをすることもあるよ。みんなも気をつけよう。お、やっとダイヤモンドを発見したぞ。近くに敵対モブはいないな。よし、早速掘ろう。って、うわあ、いつの間にかクリーパーが背後に。クリーパーってどうして気配に気づけないんだろうな。私はよくアイテムを採取してる時に、いつの間にか背後まで迫られてる時が何度もあったよ。プシュー、って音で気づくんだけど、もう遅いんだよな。気づいた時にはもう爆破されてるんだよ。クリーパーの爆発威力は凄まじくて、Easy モードの通常時でもハート 11.25 個分あるんだわ。ちなみに、ノーマルモードは 21.5 個分、ハードモードは 32.25 個分だぜ。それから帯電クリーパーの場合は、それぞれほぼ2倍の攻撃力だな。クリーパーが雷に撃たれると帯電クリーパーになるんだよ。クリーパーによるダメージ量はクリーパーとの距離や、
防具や盾などの装備品によっても変わってくるぜ。離れていたり強い防具を身につけたりしていれば、ダメージを抑えられるし、距離が近かったり防具を身につけていなければ、ダメージが大きくなる。ただ、背後に迫ってる時って至近距離の時が多いし、こういう時に限って逃げ場がないこともあるんだよな。だから、体力が満タンでも死んでしまうんだわ。背後に迫るクリーパーに気をつけたいところだけど、なぜか全然気配を感じないんだよな。海を探索してたらナンパ船を発見したぜ。アイテムがたくさんある。エンチャントの瓶やダイヤモンドもあるな。アイテムを全部回収して、酸素ゲージがなくなってダメージ受け始めたから、早く地上に戻ろう。って、間に合わなかった。ナンパ船のチェストのアイテムを回収してるとき、酸素ゲージを見てない人ってどれくらいいる？もしかして私だけ？酸素ゲージがギリギリでも、どうにかなるだろ、と思って、欲張っちゃう人はコメント欄で教えてね。ナンパ船は全ての海洋バイオームとかは、砂浜に生成されるんだけど、統合板は氷山の中に生成されることもあるんだわ。だから、ナンパ船って水中に生成される時もあれば、地上に出てる時もあるんだよ。地上に出てるナンパ船は探索しやすいけど、水中に生成されるナンパ船は酸素ゲージを気にしなきゃいけないし、探索するのが結構大変なんだよな。水中はドラウンドやガーディアンといった、敵対モブがいる可能性もあるし、動きはこっちの方が遅いから不利だ。水中の探索はなるべく早く終わらせたいから、つい一回の潜水で全部のアイテムを取ろうと、欲張っちゃう人も結構いると思うぜ。溺れないためにも、何かしらの方法で酸素を確保できるようにしよう。夜になったしそろそろ寝るか、ベッドは拠点にあるから戻って寝よう。って、敵対モブが近くにいて寝られないじゃないか。倒しても倒しても夜だからどんどんモブが湧いてくる。夜寝ようとしたらベッドで眠れないって、意外と危険なんだよな。わかってくれる人、いるかな？そもそもベッドって夜に寝ると朝にしてくれるよな。敵対モブを出現させずに済むし、一気に朝にできるから便利なアイテムなんだぜ。だけど、近くに敵対モブがいると眠れないんだわ。ベッドが安全な拠点の中にあったとしてもな。夜はモブがどんどん湧くから、寝るためにモブを倒してると、いつの間にか自分が倒されちゃうってこともあるんだよ。他にも危険はあるぜ。攻撃されても自分は平気だったけど、拠点が壊されるパターンもあるんだわ。これはクリーパーと対峙してる時に、起こりやすいトラブルだな。クリーパーの爆発をうまくかわせたと思ったら、拠点が悲惨なことになるケースもあるんだぜ。せっかく作った拠点が爆破された時のショックは計り知れない。夕方くらいから寝られるようになるから、完全に暗くなる前に寝るようにするといいぞ。お、渓谷の下にダイヤモンドを発見。ダイヤモンドはレアだから取っておきたいな。水もあるし、あそこにめがけて落ちれば取れるな。よし、無事に着地できた。あとはダイヤモンドを掘って、拠点に帰ろう。これ、どうやって帰ればいいの？渓谷の下にあるレア鉱石を取りに降りたはいいけど、帰り方に迷うことってない？鉱石目的で降りたなら、ツルハシを使って地上に登ることもできるけど、誤って渓谷に落ちちゃう時もあるよな。こういう時は十分にアイテムを持ってないこともあるし、本当に帰り方に困るんだよ。大量のブロックを持ってれば、まだいい方だな。ブロックを積んで地上まで登ることができるからな。ブロックもツルハシもなかったら、出入り口を探しに移動するか、木材や食料を求めて廃坑を探しに行くか、諦めて洞窟でサバイバル生活をするか、このどれかを選ばなきゃいけなくなるな。お、村を発見したぞ。何かお宝はあるかな？作物系は全部もらってっちゃおう。なんだか村人たちが騒がしいな。で、襲撃イベントが始まってる。あ、そういえば、さっきピリジャーを倒したな。全然準備できてないよ。こんな風に、冒険途中でピリジャーを倒したのを忘れていて、村に入った途端襲撃イベントが始まったことない？私は襲撃イベントの発生条件をよく知らなかった頃に、こういうトラブルにあったことあるよ。襲撃イベントは旗持ちのピリジャーを倒し、不吉な予感のステータス効果を持った状態で、村に入ると発生するんだよな。初めて訪れる村でも発生しちゃうから、準備ができてない状態で襲撃イベントが始まることも、あるんだわ。村に来たなら村人との取引もしたいな。ひとまず片っ端から話しかけて、どんな取引をしてくれるのか確認しよう。あ、やばい。間違えて殴っちゃった。うわぁ、アイアンゴーレムが怒ってる。水や潜水や潜、わざとじゃないんです。許してください。こんな風に村人を間違えて殴っちゃったことってない？もしくは、アイアンゴーレムを間違えて、殴っちゃったことはないかな？アイアンゴーレムは普段温厚で襲撃イベントでも活躍する、強力な味方なんだけど、うっかり村人やアイアンゴーレムを殴っちゃうと、敵対するんだわ。アイアンゴーレムは体力がハート50個分、攻撃力はハート 2.5 個分から 5.625 個分あるんだわ。体力が多いから倒すのも一苦労だし、攻撃力が高いからすぐにやられちゃうんだよな。あの瞬間はヒヤッとするよ。ネザーに来たぞ。まずはネザー要塞を探そうかな。いや、砦の遺跡を探そうかな。ネザーのバイオームを目指すのもいいな。って、なぜかピグリンが敵対してる。攻撃してないのに。あ、私、金装備を身につけてない。うわぁ、ピグリンの集団に襲われる。みんなもピグリンに襲われたことある？
ピグリンは中立も無難だけど、三つの条件のどれかを満たしちゃうと敵対するんだぜ。一つ目はプレイヤーが金装備を装備してない時。二つ目はプレイヤーがピグリンの目の前で、チェストやタルといった収納系のブロックを開けたり壊したりした時。三つ目はピグリンを攻撃した時だ。ピグリンの攻撃力は遠距離と近距離が違うんだけど、近距離攻撃が一番ダメージ大きいな。ジャバ版と統合版で変わるんだけど、ハート5個分から6個分または 6.5 個分、ダメージが入るんだわ。ピグリンは一体が敵対すると、周りにいるピグリンも敵対するから、本当に厄介なモブなんだぜ。増殖バグっていうのがあるらしいな。ダイヤモンドとかネザライトのかけらみたいな。レアアイテムで試してみよう。今回はネザーゲートを使ったバグ技を試してみよう。確か、増殖したいアイテムをシュルカーボックスに入れて、一度ネザーに行き、もう一回オーバーワールドへ戻るんだよな。この瞬間、シュルカーボックスをネザーに置いて、オーバーワールドに戻ったらマイクラを強制終了。これでレアアイテムは増えてるはず。あれ？アイテムが消えてる？レアアイテムは全部シュルカーボックスに入れたのに、バグ技はこういう風に悲劇を起こすこともあるんだわ。経験がある人もいるんじゃないかな？今回失敗したバグ技は強制終了を使うから、アイテムを増やすはずが、逆になくなっちゃうこともあるんだよ。バグ技って危険なものも多いから、試すときは注意が必要だぜ。過去動画でマイクラのバグ技を紹介してるんだけど、もしチャレンジするなら自己責任で頼む。洞窟探索をしていたらダイヤモンドを見つけたぞ。これでダイヤモンドの道具が作れる。あ、ダイヤモンドの下にマグマがあった。貴重なダイヤモンドがマグマの中に。私はこういう経験がよくあるんだけど、みんなはどう？周りにマグマがあれば警戒するんだけど、マグマがない普通の洞窟だと、ついマグマのことを忘れちゃうんだよな。普通にダイヤモンドを採掘して、そのままマグマの海に落ちたこと、今まで何回あるか。ダイヤモンドが出る高さはマグマも出てくる高さだから、注意しないといけないんだよな。ダイヤモンドの周りのブロックを掘って、マグマがないか確認すると、安全に採掘できると思うぜ。夜になったから敵対モブが湧いてきた。こいつらを倒さないと、なかなか倒せないな。こんなに強かったっけ？あ、剣を使い忘れてた。みんなは剣をインベントリ内に入れているのに素手で殴り続けたことない？私は何回かあるよ。剣の存在を忘れてる上に、敵対モブに囲まれて焦っちゃって、ひたすら素手で殴り続けてたんだわ。それから、焦って別の道具で攻撃してる時もあったな。基本的に剣以外の道具は攻撃に適してないんですわ。唯一斧は攻撃速度が落ちる代わりに、剣よりも攻撃力が高いんだぜ。でも、統合版は攻撃力が変わらないから、剣の方をおすすめするよ。それから、焦ってる時ってとにかく連続で殴るんだよな。マイクラは攻撃にクールタイムがあるから、連続で攻撃してもあんまり意味ないんだけどな。統合版はクールタイムがないから、連続攻撃でも問題ないのが羨ましいぜ。ゾンビの集団だ。だけど、ゾンビって体力も攻撃力もそれほど高くないし、アイテムが揃ってる今なら、冷静になればちゃんと倒せる相手だな。って、チビゾンビだ。チビゾンビに集中してると他のゾンビの攻撃を食らうし、ゾンビに集中してるとチビゾンビにやられちまう。マイクラって厄介な敵対モブがたくさんいるけど、チビゾンビも結構厄介だよな。チビゾンビは動きが速いから倒しにくいんだわ。しかも、ゾンビと体力も攻撃力も変わらないんだぜ。ゾンビより体が小さいんだから、体力と攻撃力を減らしてくれてもいいと思わないか？チビゾンビは全ゾンビのスポーンの 5% を占める敵対モブで、夜や洞窟ではたまに見かけるな。ちなみに、チビゾンビという名称は、日本でよく使われる言葉なんだわ。洞窟探索はいつ来てもワクワクするな。お、早速鉱石発見だ。あ、採掘した瞬間ツルハシが壊れちゃった。よく見ると他の道具も耐久ゲージが赤いな。みんなは道具の耐久度って見てる？私は見てないことが多くて、道具が壊れる音にびっくりするよ。あの音、意外と大きいし、まさか壊れるとは思ってないから、めちゃくちゃびっくりするんだよな。耐久ゲージを見ずに洞窟探索に来るのも危険なんだわ。ツルハシやシャベルなんかは、耐久ゲージが少なくても取りに戻ればいいだけだし、ブロックによっては素手でも採取できるけど、剣だけはきちんと見ておいた方がいいぜ。洞窟内で敵対モブと戦ってる最中に剣が壊れたら、素手で戦わなくちゃならないんだわ。斧を持ってればまだマシなんだけどな。洞窟って暗いから敵対モブが湧きやすいし、近くにスポナーがあるともっと湧くから、剣は耐久ゲージをきちんと確認して、余分に持っていくといいぞ。山岳バイオームに着いたぞ。しかも雪が降ってる。そういえばバージョン 1.17 から、粉雪っていうブロックが追加されたんだよな。まあ雪ブロックとは別物らしいし見分けもつくだろう。って、早速粉雪ブロックにはまった。抜け出せない。寒い。粉雪ブロックって本当に危険なブロックだよな。革のブーツを装備していないと埋まって、寒さで死んじまうんだわ。防ぐ方法は革のブーツだぜ。革のブーツを履いていれば埋もれないんだよ。ブーツ以外の革装備は着ていても埋もれるけど、寒さのダメージは受けないんだぜ。追加された年は2021年で結構新しいブロックだし、それまで革装備はメリットが少なくて、使う人も少なかったし、粉雪ブロックの罠にはまる人も多いんじゃないかな？粉雪ブロックははまると抜け出せないからな。雪が降るバイオームが目的地じゃなかったとしても、革のブーツを持ってるといいぜ。エンドシティでエリトラをゲットしたぞ。エリトラさえあれば移動も楽だな。早速エリトラを使って探索しよう。いて。
落下ダメージを受けちゃったよ。エリトラって操作が意外と難しいんだよな。コツをつかめば簡単に空を飛べるんだけど、そのコツをつかむまでが難しいんだよ。私はなかなかコツがつかめなくて、何度も何度も落下ダメージを受けてたな。エリトラで飛ぶときはまず最初に、拠点の近くで練習してから飛ぶといいぜ。冒険の途中でいきなり使うと、落下で死ぬ可能性があるし、アイテムを回収しに戻らなきゃいけなくなるからな。ウィザースケルトンの頭が3つ揃ったぜ。これをソウルサンドの上に置いて、ウィザーを召喚できたぞ。あとは倒してネザースターをいただこう。うわぁ、ウィザーのせいで拠点が跡形もなく消えた。拠点の中にベッドを置いていたから、スポーン地点も初期スポーン地点に戻ってる。どうすればいいんだ？ウィザーと戦ったことあるプレイヤーで、こういう経験がある人はコメント欄で教えてくれ。ウィザーは攻撃の仕方がとにかく凄まじいんだわ。まず、召喚時にハート 17.5 個分から51個分の爆発を起こすんだよ。もちろん、クリーパーと同じでウィザーとの距離によって、威力は変わるんだけどな。ウィザーの召喚場所を拠点の近くにすると、最初の爆発で拠点が壊れるんだわ。さらに、ウィザーはウィザーの頭蓋骨を飛ばして、攻撃してくるんだよ。この攻撃のせいで、地面がデコボコになったり、拠点や村が壊されたりすることもあるんだわ。今回の動画はここまでだ。それじゃあ次の動画で会おう。バイバイ。